アリアです。ゆらりです。ひなです。エコです。ひめかです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日は冬の私服コーデ紹介です。イエーイ。はい、はい、もう冬物ですね。もうみんな着てますね。もう早いです、はい、着てるんですけども、じゃあ一人一人紹介をしていきたいと思います。せーの、どうぞ。菅井アリアです。今回の私服はこんな感じです。イエーイ。結構大人っぽい感じになってます。上から紹介します。ハーフお団子にしてみました。ここが首元があるやつなので、あんまり下に全部下ろしすぎないようにしました。これはどこで買ったかは忘れましたけど、金色で結構可愛い感じなのでいいです。はい、じゃあ次にこのアウターは17キロさんです。これは本当に可愛くてあったかいし、いろんな服にも合わせれるのでおすすめです。あとこの中のグリーンの服はここがついててすごく可愛いです。あとこのハイウエストになってて、これとこれは両方スピーガです。で、このロングブーツは靴屋さんで買ったので名前を忘れました。本当にスタイルがよく見えるのでおすすめです。はい、じゃあ冬はちょっと大人っぽく行こうって感じのアリアの服でした。みんな参考していってね。はい、石山由子です。私の今日の私服はこんな感じです。まずこの帽子なんですけど、このモコモコでクマ耳がついているのがポイントです。これはジェニーラブさんのなんですけど、冬にはとてもモコモコしててあったかくなるかなって思うので1個のポイントです。そしてこのワンピースはピンクラテのなんですけど、これもここのポケットと袖の部分にボアがついていて、中が裏起毛になっているのですごいあったかいです。しかもこのポケットに手入れてもボアだから、すごいお腹も温まるし可愛いからポイントです。で、このズボンはスキニーなんですけど、黒ってその足が細く見えるっていうか足長効果があるので、それもポイントになっています。あとは靴なんですけど、エコのお気に入りのドクターマーチンです。いつも履いているんですけど、反り立つ壁みたいな形が反り立つ壁みたいな形がすごい足長効果があって、インスタの用の写真とか撮るときとかに映えるのでおすすめです。私のこの全体的なコーデのポイントは黒向こう違う黒ボアコーデです。なぜならこのボアとかこのボアとかこのズボンも実は裏起毛になっていてあったかいので、それがブラック向こうコーデになっています。花田ゆめかです。ブランドから紹介していきます。このスカーフはウィゴーです。そしてこれがちょっとブランドはよくわかんないんですけど、ファボーレで買いました。こちらはこれもちょっとブランドがよくわかんないんですけど、ワールドの会社のネットで買いました。バッグはグレイルさんです。このハートの指輪はウィゴーです。で、これはだいぶちっちゃい時に買ったやつで、本当どこかわかんないです。ズボンがゴージです。靴がウィゴーです。ポイントは色をこの中の服とこの色を統一して全体的に統一感を出してみました。この指輪はこれ銀も持ってるんですけど、冬っぽい色にしたかったので金にしてみました。このバッグはこの感じの服は別に差し色がなくても結構いいと思うんですけど、一応リップの色と合わせて持ちました。ズボンはこの形は本当にスタイルがよく見えるんですよ。寒いから足隠したい人とかもいいと思います。ヒールも高いので本当にこれはスタイルアップ効果ですね。柄もすごい可愛くて一目惚れでした。ここを締めるのと首元も締めて全体的に統一感を出したかったので、締めたりとか差し色を入れたりとかしてもうまとまったコーデにしてみました。真似しづらそうだなって見えて、結構なんて言うんだろう、簡単だからみんなでも真似できるんじゃないかなと思います。あったかいのですごく本当に風邪ひかないと思いますよ。じゃあ以上です。バイバイ。松本ゆなです。まずこのイヤリングはピティさんとラビーさんからお誕生日にいただいたもので、最近すごいお気に入りでめっちゃ使ってます。モコモコのパーカーはスプレーさんで買いました。この色とこのゆるゆるなシルエットに一
目惚れして即買いしました。何日間も眠ってお取り寄せして一目惚れです。この中のワンピースはジェイダさんで買いました。しっかりしたシルエットがね、綺麗に見えるのに惹かれて買いました。このロングブーツがアンビーさんで買いました。丈感とかもツルツルとかね、ヒール感とかも全部が好みすぎて、これも一目惚れです。水色の上着を目立たせるために中は黒で統一してまとめました。上が結構ボワボワしているので中はすっきりした感じでまとめてみました。私の冬のコーデのポイントが緩めのビッグな上着とロングブーツです。このロングブーツは冬もミニスカが履きたい時も寒いけど、これ履けばここまでね全部守ってくれるし、足長効果があるんですよ。足長効果がなんで皆さんもぜひ履いてみてください。以上です。バイバーイ。はい、ゆらりです。今日のコーデはこんな感じです。デレレレン、さっきも全身写していただいたんですけど、まず、まあ、上からといっても団子なんですけど、上は団子です。そして、イヤリングはつけてません。トップスはプレのトップスで、パワーショルニットって言ってちょっと肩にボリュームがあるニットで、この感じが可愛くないですか。キュッ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 ってなってる感じが可愛くて、色が私すっごい好きで、紫もともと好きなんですけど、その中でもこの色がドタイプですごく可愛くて買ってしまいました。シンプルですね、一色って感じで。続いてベルト、スプレーのベルトなんですけど、見てください、これよく見るとヘビっぽくなってるんですよ。革の生地にしたことで大人っぽさも増したんじゃないかなって思います。メリハリがつくかなって感じです。そしてスカートは韓国のネットです。ネットで買いました。これ結構愛用しててずっと履いてるんですよ。ここ普通のまっすぐじゃなくて重なってる生地な感じでいいかなって思います。ブーツはこれも韓国のネットなんですけど、まあ、さっきのスカートとは違うお店のまた韓国のネットで買いました。これはこのゴツさがちょうどいい具合なんですよ。どんなコーデにも合う感じで、大人っぽいコーデにも合うし、かっこいいっていうコーデにも合うし、ちょっと甘くしたいな、でも足元は締めたいっていう時にも合います。足長効果、美脚効果もあるかなと思い愛用しています。靴下はまあそんなこだわりは特にはないんですけど、適当です。黒の靴下です。はい、続いてバッグ。バッグはメディストアというお店で買いました。形まずここ折れてるみたいで可愛くないですか。折れてまして、ロゴみたいについててパカパカ式なんですけど、こうやってチャック開けたらもっと入るんですよ。大容量です。サイズ感もちょうどよくて、すっごい荷物いっぱいなんですよ。お池女子の荷物が。なんでここも丈夫な方がいいかなと思い、金属と革です。全体的なポイントはですね、今までの私服紹介とかで私結構柄物だったりとか入れてたんですけど、今回はあえて柄物は入れずにシンプルではないと思うんですけども、柄は使わず大人かっこいい感じにしました。この合わせ方なんですけど、私は今タイトスカートで履いてるんですけど、これをフレアパンツしてもめちゃくちゃかっこいいかなって思います。あとこれ色違いもたくさんあるんでね、気になる方は見てみてください。はい、以上で私の私服コーデ紹介終わります。バイバーイ。はい、はい、どうでしたか。一人一人個性あってよかったね。確かに、もこもこここ、ね、なんかこういうのね、今めっちゃ探してんの。私ね、これの色違い持ってんの。マジで色合いが可愛い。青可愛いね。こういうの青とピンクで迷ってる、ずっと。ベージュは持ってるけど、可愛い。あれは栗のニット、ね、これさ、すごいさ、今までのゆかちゃんって感じじゃないの。可愛い、全然可愛い。キャットガール、キャットガール。個人的にめっちゃ欲しい。え、私と思った。クルーズ可愛いと思った。めっちゃあげるやん。パリコレファッション。あ、パリコレファッション。ユラリはなんかブラックピンクみたい。マジで。ブラックピンクのリサさんみたいな格好。確かに。やった。アリアのそのコートは欲しい、普通に。あ、いる。シンプルだけどかっこいいよね。ということで、以上私服コーデ紹介でした。イエーイ。またコーデしてみてね。コメントとかも書いてください。お願いします。お願いします。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。